オレゴン州の経済では、オレゴン州の経済について述べる。オレゴン州の経済は、様々なセクターから成り立つが、1990年代から2000年代にかけて、オレゴン州では、自然資源に依存した経済から製造業、サービス業、ハイテク産業への転換が図られている。1980年代は、オレゴン州の主要産業である、農林水産業に対して、 受難の10年間であった。連邦政府による経済多様化政策により、ポートランド周辺三軍に拠点を置く、ハイテク産業は成長したが、逆に地方の衰退も生まれた。2008年における、域内総生産は1616 16億米ドルで、全米26位であった。一人当たり収入は38,801ドルで、ある。 2015年7月時点での失業率は5.9%、全米37位である。オレゴン州における林業の風景オレゴン州で最初に発生した産業は毛皮取引であった。1840年代初め、入植者たちは先住民を排斥し、農場を開発した。沿岸地域に比べて、ウィラメットバレー周辺地域、特にポートランドは急速に発展した。 1861年から62年にかけて、ベーカー軍、グラント軍などの東部地域では、金が発見され、小麦の積み替え地点としても発展を続けた。また、鉄道も開通し、ポートランドは、州内の経済拠点としての地位を確立した。さらに数十年後、林業や漁業従事者たちは、金の採掘に従事するようになった。第一次世界大戦に際し、 ポートランドを中心とした積み替え業、材木輸送は急速に発展した。1930年代にはニューディール政策が実施され、民間資源保存局や公共事業促進局によって、フット山開発や水力発電ダムの建設が行われた。1933年から37年にかけて建設されたボンネビルダムは地域に低価格の電力を供給し、 オールバニにはアルミ工場が立地するようになった。エネルギー産業、食品加工業、林業はオレゴン西部の発展に貢献した。第二次世界大戦に際しては造船需要が急増し、造船業と林業が集計済を支えた。2009年時点で194億ドルの製造品が海外へ輸出されており、これは製造業全体の20%を占める。 2009年における主な輸出先は、以下の通り。また、輸出額が多い製品は、以下の通り。パーキャピタ、パーソナルインカムインオレゴン、http コロンスラッシュスラッシュリサーチドット s t l o イ u s f e d o r g スラッシュ f r e d デスラッシュシリーズスラッシュ o r p CPI2018 年4月18日閲覧。アーカイブドコピー。 2016年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月27日閲覧。US センサスウェブサイト。United States Census Bureau。2016年8月18日閲覧。 h t t p r e s e a r c h s t l o u i s f e d o r g s l a s h f r e d 2 s l a s h d a t a o r g o n j o b r a s r e t o h i t s a n o t h e r a l l t i m e l o 3 7 o r g o n l i v c o m 2 0 1 8年4月18日閲覧 https://www.census.gov/govs/statx/1038o r s t a x h t m l アーカイブドコピー2011年10月10日閲覧オレゴン S エコノミーオーバービューオレゴンステートアーカイブス2009年3月11日閲覧 グロスドメスティックプロダクトバイステートアーカイブド2010年7月7日とザウェイバックマシンビューローオブエコノミックアナリシスアニンプロイメントレイツフォーステイツ b l s g o v ハット a b c カルチャーヒストリーエコノミーウェルカムツオレゴン2020年5月5日閲覧ワールドウォーアイザオレゴンエクスペリエンスザオレゴンエコノミー オレゴンステートアーカイブス、Archives, 2009年3月11日、閲覧。ABC オフィスオブザユナイテッドステーツ、トレードレプレゼンタティブ、オレゴン。エグゼクティブオフィスオブザプレジデントオブザユナイテッドステーツ、2010年7月25日、閲覧。ありがとうございます。